皆様こんにちは。6月8日栃木テレビで放送された那須塩原市後編を見ていて、千本松牧場のアイスを見てしまった。やべえ、マジ食べて、こうなったらすぐに出発だ。東北道加須インターから出発だ。このサービスエリアでトイレ休憩です。上高地サービスエリアでお食事します。昼食はうどんをいただきました。このサービスエリアにツバメがたくさんいました。可愛かった。那須千本松牧場に到着し、早速アイスいただきました。期待通りのアイスです。甘さは控えめで濃厚な味でした。いやー、美味しい。アイス食べたので帰ります。ククククバイバイ。